今動画でですね、半分に割れてるんですけれども、実はですね、一本のまま撮ってたんですけれども、動画の録画ボタン押し間違ってたようで撮れてなかったので、今半分に割れてる状態になっています。こちらですね、非常に硬くてですね、軽くカットしようかなと思ったんですけれども、簡単にですね、まな板かなんかの上に置かないとちょっと切りづらかったので、半分に割ったといった感じになっています。で、食べるときですね、焼いてから食べた方が美味しいかなといった印象です。外側がパリッとしてですね、とっても香りもよく香ばしい感じになって美味しかったです。このパンですね、非常に硬いんですけども、焼いたらですね、すごくサクサクして美味しかったです。このまま一回切ってみます。こんな感じで、まあとても硬いんですけども、焼いたらですね、パリッとしてサクサクで食べれますので、ちょっとこれでまた焼いてみます。ちなみにこれちょっとですね、時間が経ってしまったので、買った時よりも若干より硬くなってしまったかなと、水分が抜けて硬くなったかなっていった感じはあります。焼いたらですね、このような感じになります。このような感じでサクサクですね、なりますので、焼いた方が美味しいと思います。ちなみに食べるときですね、溶かしバターにつけて食べました。